ケリー・ディールはアメリカ合衆国のミュージシャン、シンガーソングライター。双子の妹であるキム・ディールと共にロックバンド、ブリーダーズを結成し、ギタリストとして活動。他にも自身のバンドやコラボレーション等で活動を行っている。オハイー州デートンで双子の妹であるキム・ディールの11分前に生まれる。高校時代にキムと共にバンドを組み演奏を始める。 キムがピクシーズに加入し、ミュージシャンとして活動する一方で、ケリーはプログラマーとして働き始める。1989年にキムが新しく結成したブリーダーズで演奏するよう誘われる。当初は仕事の休みが取れずにこの誘いを断るが、1992年に正式に加入した。同年4月にリリースされた EP。 サハリで初めてレコーディングにギタリストとして参加した。その後ギタリストのタニア・ドネリーが新バンドベリーを結成するためバンドを脱退し、ケリーはバンドのリードギタリストを担当することになる。1993年8月にリリースされたバンドのセカンドアルバムラストスプラッシュはミリオンセラーを記録する大ヒットとなった。バンドはツアーを行い、 ニルバーナのオープニングアクトを務めた。その一方でケリーは10代からヘロイン中毒の問題を抱えており、ラストスプラッシュの成功で中毒は重くなっていった。1994年にヘロイン所持により逮捕され、1995年からミネソタ州の薬物構成施設に通い始める。そのためブリーダーズは活動を一時的に休止した。 構成施設でのリハビリ中にケリーは曲を書きため、リハビリ後に自身のバンドであるケリーディール6000を結成し、2枚のアルバムをリリース。その後ブリーダーズは活動を再開し、現在も活動を行っている。他にもセバスチャン・バックやジミー・チェンバレンらが結成したザ・ラスト・ハードメンにベーシストとして参加した。2012年には、 新バンド r リングを結成し2013年に EP The Rise をリリースした。薬物中毒構成の一環として編み物を始めており、特にハンドバッグ作りに力を入れ、自身のウェブサイトにてハンドバッグの販売も開始している。2008年に自身の編み物の本、b ックス・ s That ニ o c k NITTING, ON THE ROAD WITH KELLY Deal を出版した。キムと演奏するケリー ありがとうございます。